はい、それでは今回は、Twitter デベロッパーズと、いうものの、API キーと API シークレットというものの、取得する方法を、動画で撮っていきたいと思います。これはですね、よく Twitter のアプリとか、まあ、ツールとかをですね、動かすときに必要になってくる、まあ、アカウントっていう感じですかね。これを取らないといけないことがしばしばあります。それでは解説していきます。まずはツイッターで、ツイッターデベロッパーと、打っていただくと、まあ、おそらくですね、これが出てくると思います。これが本当のスペルですね。ツイッターデベロッパーズをクリックしていただいて、これ翻訳するとですね、逆にちょっとややこしいので、EA にしておきましょう。で、まずサインインしなければいけません。で、ここをサインインすると、まあ、こういう感じになりますので、ツイッターにログインをしていきます。で、まあ、ツイッターにログインするとですね、まあ、こういう感じになれますね。はい。ツイッターにログイン、しますと、このように、自分のですね、アイコンが出ますので、この状態をまず確認してください。で、ログインできましたら、下の方に行ってですね、この、マネージ your APPs っていうのがあるんで、これをクリックします。まあ、管理という意味なんですけども。で、まあ、この画面になりましたら、Create New APP という、ね、このボタンを押します。まあ、そうするとですね、このような画面になりますので、ここをですね、入力していきます。はい、ではですね、まあ、省略ということで、入力はさせていただきました。名前のところは、まあ、自分の名前ですね。まあ、そんなにここら辺気にしなくていいので、ただ要は API キーと API シークレット欲しいだけなので、まあ、基本結構適当で大丈夫です。で、まあ、名前適当に入れて、で説明文も、まあ、このアプリケーション説明という感じなんですけども、これも文字数を超えれば基本何でも大丈夫ですので、適当にやっちゃってください。ウェブサイトの方もですね、ブログとかで、無料ブログとかで大丈夫なので、適当な感じのウェブサイトをない方はですね、作って、まあ、こう入力していくという感じです。で、コールバック URL というのは、まあ、設定しなくて、大丈夫ですので、飛ばしちゃってください。で、この同意しますというところにチェックマークを入れて、この一番下のですね、作成しますというボタンを押してください。はい、それではですね、この画面になりますので、さっき Create APP っていうのをやったので、すでにですね、ここに違うアイコンが出てると思います。このようなアイコンですね。で、これをクリックしていただくと、他のページに飛ぶんですけども、このページになります。でですね、最初にちょっと確認というか設定が必要です。で、この画面の右のこの部分ですね、この部分を押していただいて、このような画面になりますので、ここのですね、真ん中のところにラジオボタンが来てなければいけないので、それだけを確認してください。たまに上になったり下になったりする時がありますので、もしなっていたら真ん中に戻してください。で、できましたら一番下のセッティングを押して設定完了になります。はい、設定ができましたら、ようやく、API キーと API シークレットが見れるようになりました。なので、このですね、右から2番目、上の欄のですね、右から2番目のところのボタンを押してください。ここですね。ここを押します。そうしますとですね、やっと出てきましたということで、この1番上と2番目、API キー、API シークレットというところがこれでやっと表示されました。まあ、下の方はですね、まあ、関係ないので、この上の 2段だけですね、キーとシークレット。これで、この Twitter のログインされた状態の、このアカウントの API キーと API シークレットの取得が完了ということになります。それでは、今回も動画を見ていただきありがとうございました。